いるかっていうと、三重県の石巻にいます。石巻っていうのは人口でいうと、14万数千人、一応これでも宮城県で第2番目の都市なんだけど、仙台だけが突出していて、他の都市はそんな大きくはないんだよね。2番目の都市です。で、かつてはね、人口でいうと18万人ぐらいいたんです。ただ少子高齢化、そして東日本大震災、10年前に起こった東日本大震災によって津波の影響でね、かなりもう人が引っ越しさざるを得なくてですね、1万5千人ぐらいこの10年で減ってます。だから今14万5千、16万人ぐらいいたんだけど、震災前にはね。で、この辺りが今市街地です。今日は令和2年2020年の、12月の8日真珠湾攻撃の日です。その中で今このような形で今走ってますね。来る人がいないですね。まあ、この辺りちょっと路地入っていくとお店があったりするんだけど、まあそうですね、まあ夜のお店っていうか、まあ昼間やってる店が多いか。ちょっと寂しいですね。だから人口が減ってきて震災の影響でも被害受けてるんでね、その意味ではちょっと厳しさがあるかなって感じがしますけど、ちょっと駅行きましょう。一緒に行くということで、これを右に行くと一丁駅前の通りなんです。しかし本当に石巻も大変だったですね。本当に東日本大震災の際はね、かなり被害受けてますから、港とかあっちのいわゆる海岸沿いに住んでる人たちは大変だったんですよ。本当にその中で、まあ本当に宮城、東北に関してはね、まあ、自分はその時タイのバンコクにいましたけどね、非常にその祖国の惨状を見て非常に悲しくなったわけです。で、一応これが駅前の通りですね。この辺りが一応まあ全国的なチェーンの居酒屋系が多いかな。山の内の農場とかね、花の前とかイロハニホヘイトってそんなねえかもしれないけど、イロハニホヘイトも一応支援ですからね。石巻の酒場はで、それが前が見てるのが駅ですね。ということで、これが駅の周辺です。だからまあ最近だとこの駅の周辺より、まあ幹線道路、国道とかの方がね、やっぱりお店が多いんですよ。これは地方都市なんか私はいろんなところ行かさせていただいてるんだけど、やっぱ結構国道沿い、このくらいの規模の都市になると国道沿いにね、結構多くなってきてるのかなって感じはします。ということで、ちょっと今からそれが石巻の市立病院か、どうしようか、これ左しか行けないな。宮城県は仙台は本当すごいよね。だから仙台だけが、まあ、人口だけで言うとね、俺は人口だけでその物事を考えたくはないんであれなんですけど、人口だけで言うとやっぱり仙台は突出してる。で、その他はもうやっぱり少ないです、はい。で、明日はだから震災で被害になったところをね、行きます、はい。やっぱりそういったところもやっぱりもうすぐ10年ですからね、そういったところも写真に収めていければなと思ってます。震災から10年ということで、工事中か。今日は暖かいからいいですわ。12月なんだけどね。
っちに今入ってきます。こっち行くと仙台とか松島の方面なんですよ。まあもうこの辺り住宅街ですね。ただまあちょっと先行くとやっぱりそのお店、全国チェーンのやつなんかも結構そのチェーン店が結構あったりするんです。左側が石巻の警察署ですね。でさっき利休で食べたんで、ここに利休の支店があります。最近利休本当に伸びてますからね。ここ15年前に初めて利用して時はそんなに見せなかったんだけど、めちゃめちゃ増えてますわ。チェーン展開してびっくりしました。美味しいからいいんだけどね。ただまあブランド価値としていっぱいどこでもかしこでもあると、ちょっとなんか宮城に来てまでっていう気持ちにはなってしまうのあるんだけどね。でも俺は好きだからですけど、まあ今日もう10時過ぎてますから、夜10時だから、まあ閉まってる店が多いですね。右側はこれなんだ、ちょっと右行きます。それは次行くと女川とかね、でこっちは右が398で、仙台方面ですね。